2012年アイスホッケー世界選手権2012年アイスホッケー世界選手権は国際アイスホッケー連盟によって開催された第76回目のアイスホッケー世界選手権である46の国が参加し4つのディビジョンに分かれて開催されたその結果に王子次回大会での参加ディビジョンが振り分けられたなお今大会からディビジョン I、ディビジョン2については 同じディビジョン内でもグループ A がグループ B より上位のグループとして位置づけられ、事実上は別のディビジョンとして扱われる。ロシアが4回目の金メダル。銀メダルはスロバキア、銅メダルはチェコ。チャンピオンシップは2012年5月4日から20日まで、フィンランドヘルシンキのハートボールアリーナと、スウェーデンストックホルムのエリクソングローブの2会場で開催された。 ディビジョン I は2012年4月15日から21日に A グループはスロベニアのリューブリアナで B グループはポーランドのクルイニツハズドルイでそれぞれ開催された A グループは2012年4月12日から18日にアイスランドのレイキャビクで B グループは2012年4月2日から8日にブルガリアのソフィアでそれぞれ開催された D 3は 2012年4月15日から21日にトルコのエルズルムで開催された。ありがとうございます。